はい、それではスーパーマリオ RPG スイッチ版やっていきたいと思います。やっといけました。本当にもうマシュマロの国見ろ。間違えた。ずいぶんとまあすごいマロですな。真っ黒ですねマロ王子。なんと偶然にも僕と同じ名前の王子様がいたんですね。さあ次のスタービースを早く探しましょう。マロ王子ってあんなに太ってたっけ。あんなも見つけたっていうからには本物なんだろうな。お前なんだ入れない。まだこっちには行けないか。以前はお城の中に自由に入れたのに、きっとマシュマロ王がご病気だから入れなくなっちゃったのかな。火山。ああ、そこは彫刻家ガロの家だよ。マシュマロ王がよく銅像を注文していたよ。でも王様はご病気だから注文どころじゃないんだろうね。あ、待てよ。入れ替えで中身をジーノにしておかないと。私は彫刻家の頃、以前はマシュマロ王の銅像をよく作っていたが、最近マルガリータの銅像を作るというと注文がやたら多くてね。あ、僕だ。いや、それかい。それはマシュマロ王の若い頃の。坊や。こんにちは、僕はマロと言います。で、こちらはマリオさん。マロ、やはりそうですか。王子すっかり大きくなられましたね。いや、僕が王子。でも、よいしょ。お。はい。はい。はい。なるほど、そのカエル仙人に育てられたのか。やはりマロ王子に違いありません。ということでマリアさん、僕は王子です。ああ、しかしあのマルガリータとかいうのはどうもおかしいと思った。ってことがひょっとすると王子の父上マシュマロ王の病気も嘘。見て、後ろの中のパパとママ助けてあげなくては。お前なんだ入れない。あ、そうだ、いい考えがあります。ちょっとこちらへ。でその前に一旦ちゃんと装備やら、ここら辺でもまだ。
のバッチーシリーズはちゃんとデータを全部揃えていれば。本当にここまで装備していた人が絶対出てきたはずなのに、もったいなかったんだな。そしたら昔見たモロボじゃまだ小さくてもそれはそれは可愛いものでした。それがあんなにたくましく育たれて、用意はいいですか？ではちょっとの間じっとしていてください。ちゃんとボタンは効かなくなってる。ほう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 。注文の品を持ってきたぞ。よ、入れてやる。待て！これマルガリータ様に似ていない。これはマルガリータの父の母と息子の子供アラビアータの銅像だ。それなら入れてやる。危なかった、ね、口から出まかせでうまくいきました。本当アラビアータなんていないのに。ありがとうございます。では私はこれで、それは私の最新作でございます。マルガリータ様のために特別にご用意いたしました。名付けて弟を訪ねて4000里。ご覧ください、このふさふさとしたひげ、弟思いの優しさを表してみました。そしてこのしっかりとしたもみあげ、心の強さを表してみました。そしてこの足、どんな距離もひょっと見で届く強力なジャンプ力を表してみました。お気に召しましたでしょうか。ありがとうございます。では私はこれ、さすがに怒るわな。たまにはここにセーブしとくか。おお、Here we go。ドドはかなり不機嫌で、その銅像の振りがバレないようジャンプで切り抜けよう。聞こえてきた。
さっきは目の前で思いっきりジャンプしたね。大丈夫、ちょっとだけ続いて確かめればいいだまず。ボス扱いの後は必ず回復するっていうのはお約束だった。スーファミのタイミングをこっちで覚えてるな、やっぱ。攻撃されてないから目覚ますやつの。スーファミ版のなマリオのパンチグローブ系は一回攻撃下直でなんだ今の。あれ風か。あんな早いタイミングの攻撃じゃねえっての。
要はあれ立ち止まらずにジャンプしておけジャンプしておいて風の弱まるタイミングで攻撃すりゃいいってことか。マリは向こうだから関係ないのよ。2回目が落ちた後に防御か。決勝は。ガーロのタイミングさえ分かった。目の前で攻撃されてもね、後ろ。行くぞ行くぞ。ほら、でこの兵法と戦ってみて分かったけど、この兵法のパチンコの弾はスーファミより遅いわ。スーファミナは正直見えにくかったけれども、今完全に見えたからな。でもやっぱりこれを通してやってみて分かったが、スーファミよりもシビアだな、本当にタイミングが。それにも欠かしなんですけどね。
スーファミの分は本当に G のカッターのタイミングは自信あったけれども、もう今回 G のカッターを全然成功できないもんな、スイッチ版。あと空中キャラへ攻撃する際外れる場合は花からびっくりマークが出てこない。で、外れた場合のは、そもそものアクションコマンドのタイミングがないんで、このチェインが切れることはない。だからあのスーファミではなぜ外れるコマンドが失敗したかっていう風に何回も思ったけれども、おそらくそれはないと。花から攻撃するときに攻撃成功するか否かっていうのはもう決まっている状態だと。波動攻撃の分は相手は目を覚まさない。波動というか全体攻撃になる場合は、でもなかったな。今のはびっくりマークでいたけれども外れる。レベル上がったら意地でも全部魔法系にあげるやつ。
どうせこれでとどめを避けるだろうと思ったら、な、真ん中のやつにダメージが、なかなかいかなかった。やっぱタイミングシビアだな。タイミングはほんとスーファミが一番というか。で、ちなみに相手の攻撃も必ず外れる場合はさっきのように防御コマンドが成功、今のはしたんですけれども防御の動きをしませんでしたので、ここはさっきの部屋だな戻ってきちまったい。穴から外れるってのはやっぱチェーンが続くか続かないかか。あとはびっくりマークが出るかいいなか。
今のは完全に失敗。何も言わずこれをもらってね。なんと真ん中の部屋には大きな卵が置いてあるんだよ。時々卵を吐くんだけど、たまに身を守ってると跳ね返せるんだよ。私はこの後ろの見張りをしてました。でもマルガリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。もうクビになってしまったことだし、この合鍵もいらないのであげましょうか。じゃあはい、縁でも何に使うのかな。余計なお世話かもね。ああ。そういうのってな、一番効率悪いというか専用。たまごちゃんにもよく育つ。あらはい、あら。ガンガンって開かないし。あたし寂しいの、遊んでくださいよ。遊んであげない。これお釜だからね。ありがとう。ケスン、ケシーって呼んで。これお釜だからね、やるんだけど。そんなに強く叩かないで。あなたも寂しがりさんなのね。いいよ、私の熱い卵をあげる。もう出しちゃいやよ。私はあなたの心の恋人。寂しい時は私を呼んで、その時は優しく励まして。あんね。うわ。私のこと忘れていねえよ。さっきまでに。いろいろ振り回しておいたのにの。
クッパのワンワンの全体攻撃のタイミングは投げる瞬間だな。4回目回してブン、その瞬間にコマンドを押すと全体攻撃になる。マシュマロをゴルビオキにつき絶対安定廊下を走るべからずでます。マリオさん、ということはここにパパとママはいるんですね。あら、ダメです、鍵がかかってます。我が輩に任せる。再び我が輩のグレートのパワーを発揮する時が来たようだな。下がっていろ。ちょっと待ってください。もしパパが本当に絶対安静なのに大きな土堂を建てたら大変なことになります。どうしましょう。マルガリータを見つけて本当のことを聞き出した方が確実です。おいはいの出番や。うわクッパ君の指揮官に差し出せるとはいいとこだ。今回は特別に見逃してやる。どこかに見たことないような、あるような、ないような、あるような。おお、ゴン、あれを見る、だます。どうぞじゃなくて前に。マルガリタ、その鍵をよこすんだ。はい、僕は本物のマロウちゃん、マイトが。大きい声で喋っていて何言ってるんでしょうね。おお、はい、なら、見事な逃げっぷりですね。なんて大きなこと言ってる場合じゃありません。早く捕まえましょう。じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思います。いや、思いのほか、あれ。やっぱ、スーファミの、Wii U の分みたいに途中セーブがありゃもうちょっと早くクリアできたんだけどな。では、失礼しまーす。